はいどうも、キムチャンズのあやかです。どうもー。お久しぶりです。ナンバーアイの、えー、とある動画を見てくださいとリクエストがあり、ちょっと最初の方をね、聞かずに覗くだけ覗いたら、なんと、バラードですね、これはきっと。あごめん、曲調知らないけど、きっとそうなんだろうなと思って。ちょっと、あのー、最近できてなかったんですけど、気になったので、概要欄見たところ、エンターテインメントと共に、 っててて書いていてごめんなさい。ちょっと読み方が合ってるかわからないんですけど。Two Heroes かなプロジェクト。はい。Act for Hope が始まりますと。ToBe のアーティスト全員で作ったプロジェクトテーマソング。Be on your side。聴くだけで誰かの力になれる。そんな支援の形が広がることで、一人でも多くの人と一緒に未来を守りたい。うん。本楽曲の利益は、皆様との思いを一つにして、被災地の子供たちのために役立てる予定です。 はい、寄付先寄付金額などは TOBE、えー、公式サイトにてご報告いたしますということで、えー、チャリティーソングというか、えー、プロジェクトテーマソングということなんですね。であのそういうのは今まででも私はあのいろんなアーティストさんのでねあの募金を募ってたりとかあのコンサート会場でねそういうのを見たことがありますけどあとチャリティーソングっていうのは何回か今まで見たことありますけど。 あの、今回は、えー、被災地の子供たちのためにっていうことで、こう、フォーカスしてね、こう、一つにトピック立てて、そこにこう、フォーカスして、その利益を寄付するっていうことだと思うんですけど、なんか、ものすごく、あの、共感ができて、やっぱ子供ってさ、大人、 大人がいる世界で育つわけじゃないですか子供たちだけでは生きていけない世の中じゃないですかだからこう大人がやっぱりそこにこうしがらみとかなんかいろいろあるのかもしれないけどその中でもできる限り子供たちのために大人が頑張らないといけないって私は思っていて頑張ることを 諦めた大人っていうんですかね。子供たちのために頑張ることをしない大人っていっぱいいるんだなって、子供の時から正直思っていたので、素敵な大人とあんまりな大人こ子供目線の時にね、思っていたので、なんか、子供の運命は大人で決まるじゃないですか。だからすごいこう、自分には子供はいないけど、自分の子供っていうよりは、世の中の子供今現在子供の、 方々たちに何かできないかっていつも思ってるんですよ。あの多分自分が辛かったからだと思うんですけどね。生きてることが幼少期だからこう何かできないかなっていつも思ってるんですけど、やっぱりナンバーアイとかみたいなね、トゥみたいなそういう影響力のある方々たちがこういうことを率先してやることはすごくいいなと思っていて、やっぱり一番は影響力がある。うん。で、やっぱお手本にならなきゃいけないと思うし。 これだけ有名な方っていうのは、ね、でそのお手本の一つとしてこういうのはもっと率先的に言っていった方がいいと思う。エゴとかあの偽善者とかではなくて完全に大人のいいお手本としてこういうことはやっていくべきだと思うっていう考え方なんですね。でじゃあ,あの私たち今一般人ですね自分が生きていくだけで精一杯なあな一般の家庭はどうすればいいかっていうと。 あの、指示するっていうところからでいいんじゃないかなと思っていて、こういうのを指示して、最後、寄付先とか、ちゃんと見守って、どういった流れでやっているのかっていうのを、まあ、調べてね、あの、見ていく、こう、あの、チェックしていくっていうことが結構大事だなと思ってて、まあ、お金をね、あの、持ってる方は、ダイレクトに寄付するっていうのは大事だし、ダイレクトに何か肉体的にね、こう、 手伝いに行くっていうことも大事だと思うんですけど、みんながみんなできるわけじゃないのは、もちろん私もわかってるので、じゃあ、拡散するね、とか、私だったらこういうふうに指示するものに関してとか、えー、自分がいいなと思ったアーティストに関しては、自分のチャンネルで取り上げつつ、指示しているっていう状況を今作ってるんですけど、納得したものとか。なんかこう、すごいね、なんていうのかな、いいなぁと本当に心の底から思います。なんか、 こういうのってなんかさらっと、あ、なんかすごいことしてるみたいな感じで流されがちだけど、すごく大変だと思うんですよ。こういうこと言って、利益自分たちのものに、ね、あの、本当だったらなるものを寄付するわけですから、結構大変なことなんですよね、これって。あの、なんていうのかな。うん、話題性とかだけじゃこういうことはできないので、 すごいなーって心の底から思いますよ。なのでちょっと今回はそういった理由で取り上げさせていただくっていうことを先に言いたかったです。なんかさらっとしたくなかったですね、ここはね。はい。じゃあ行きましょうか。be on your side ということでオフィシャルミュージックビデオ。はい。ということなんですけどライブ映像なんですかね。ちょっとそうなってくると、えー、音とか出せないですけどちょっとじゃあ見ていきましょう。せーの、スタート。 いいですねなるほど。わあコンサートね。バラだよね。 綺麗な声やね。え。けんこ。そっか。三 <laughs> 人だけと思ってた。 えっ岸君ってこういう歌声だったけえ <laughs> ちょっと待って <laughs> そっかプロジェクトやもんなナンバーアイだけじゃないもんな勘違いしてました 実実なメロディーラインよね。 ちょっとさらっとみんなすごいとか立ってんな高高さ気づかなかった高いね。 ハスキーかっこえいハスキー。平野んずるいなハスキー。 まさかケンくん見れると思いなかったな。Be on your side. ありがとうございました。Your だけピンクにですね。何よもいいサプライズでした。勘違いしてました。やられたね。 一瞬わからん,やん。まあ、トゥーヒ、そうね。あの、ナンバーアイとは書いてないもんね。いや、ナンバーアイのオフィシャルやからさ。<laughs> ナンバーアイが歌ってんのかな今回はみたいな感じで思ってた。やんやんやんちょっとやられた。予想外な出来事にやられたし、サビが、ララララララ,ラ。なんだろうやっぱちょっと洋楽今の、 世代の方々たちっていうのは、欧米の曲の影響がもろね、SNS 世代なので入ってきてるので、どこか欧米のメロディーが入ってくるんですけど、だから、えー、そうね、これもだから、ちょっと懐かしさを感じる。あの、欧米のサウンド感も感じるけど、あったかいサウンドの方ですね。なんかこう、ちょっと、やっぱり90年代なのかな。まあ、いろいろ混ざってると思いますけど、 いいですねなんかそういう言葉も結構多くて畳みかけるほどじゃないけど言葉数が多いからそれだけメロディー音符の数が多い曲なんですねバラードの割にはかなり音符の数多いんですけどそれが英語だとねそういう曲まあいっぱいあると思うんですけど日本語でなので難易度超高いと思うんですよね。それをおしゃれ,おしゃれにっていうかうんそうですね歌謡曲っぽくなりすぎないように歌うっていうのが。 ちょっと難しい曲なんじゃないかなと思うんですけど、結構ね、あとね、あれと、その難しさと、あとキーが結構、うん、私のキーっていうか、女子のキー、女子でちょうど楽に歌いやすいぐらいのキーだと思うので、男性リーストはちょっと高いのね。そこにびっくりした。全員高いやんみたいな。みんな声こんな高かったっけとか、まぁ、あ、今回ナンバーアイ、 着目しますけど、何倍のお三方もこんんな声高かったんやったやていうちょっとびっっくりりがありますねでちょっともう一回ちょっとずつ見ます。ほっと申し訳ないんですけど、あの、調べながら頑張ってみますが、お顔とお名前が一致してない方がやっぱり出てきます。はい。なので、間違いがあったら本当に正していただきたいんですけど、一応ね、ネットで調べながら見ていくんですけど、 初めてが多くてパニックです、今。<laughs> ごめんなさい、本当に。はい、じゃあ行きます。えー、もう、えー、コメントを一回飛ばしまして、本編から行きます。タト。まず、ゴージャスなバイオリンで。 ここ北山さんで合ってますか私多分本当に初めてぐらいかもあの歌われてるとこ見るのめちゃくちゃ最初むずいんですよめっちゃメロで多くないですかこれを正確にこう紡いでいくって結構難易度高くてバックの音もほとんどないっていうかピアノなのでもう緊張しかないような瞬間なんですけどこれ なんか、ね、歌って踊ってるわけじゃないから、言い訳も聞かない。ね、本当にもうシンプルに歌唱力で勝負しなきゃいけないパート。第1弾回目。はい、あなたどうぞって言われてるパートなので、本当に尊敬します。そういうところを歌うときのプレッシャーはね、どれだけ歌が上手かろうが、そんな関係なく、プレッシャーはプレッシャーなのよ。こういうプロジェクトのね、最初っていうのは。まあだけど、多分プロの方々たちなので、すでに現役が長い方たちなので、それを、 まあ思いつつもでも今回は特にプロジェクトがあってその思いがあって、えー、作った曲なのでそのそれをやっぱりちゃんと大事にして歌おうっていうのがちょっと伝わってきますね。そして作詞がナンバーアイのメンバーということでやっぱりその作詞家の方が作った時のプレッシャーや責任と同志、えーまあ、といいますか。 えー、同じ事務所の仲間が作った時っていうのはまた違うプレッシャーやなんか感動とかもあるでしょうからなんかそういうのもちょっと感じますよね。ちょいつもあんなゴリゴリのラップとかダンスしてるからまあやられる人多いやろなっていうぐらいささやきますね。だ マイクに乗るか乗らないかギリギリの囁き具合がもう結構ずるいなと思ってるし、あの、分かってらっしゃるなと思っちゃいました。なんかすごいなって、あの、何がすごいっていうのは、加減、その曲に合わせた歌い方とか表現の仕方を完全に心得てらっしゃるなと思って、あの、攻め方が一個じゃないっていうところがやっぱりかっこいいなと思って聞いてますね。めっちゃ繊細じゃないですか 個人的にここ好きやな。思い通りの世界に。ここちょっとね、多分彼の中で裏声気味のファルセットあのミックスどっちかな、ミックス、どっちかなミックス、ファルセット、間ぐらいの声で、地声じゃないんですけど、もうめっちゃこれが色っぽくてね、こういう声出せる男性はやっぱちょっとテクニック多めじゃないかなとは思いますね。こう、行ったり来たりしやすいというかね、いろんな表現しやすいと思うので、色っぽいですよね。 <laughs> 私のこのチャンネルをくまなく見てる方もそんなになかなかいらっしゃらないと思うんですけどまあその動画の端々で言ってるのが V6 のファンだったんですね小学生の時なので何回かライブも行ってますけどケンくん出てきたらやっぱ反応しちゃいますねなんか思い上がるこう込み上がる思いがあります小学校の時の自分を思い出すというか あのエンタメを初めて知ったテレビじゃなくてあ本当に存在するんやっていうことを知る瞬間だったんですけど小学生の時それの一人がやっぱケンくんだったので感動ですねケンくんの声やっぱね飛び抜けて変わった声されてるので耳に残るんですよねエフェクトかけたような声っていうかすごい独特でかなり個性的でチャーミングなので羨ましい方いっぱいいると思います歌手の方の中で。なんかね やっぱ真似できない声ってすごい重要で歌手としてもめちゃくちゃ大事なんですよね。なんかいくらこう歌唱力があっても個性がないとやっぱ正直売れないと思うのでこういう個性的な声っていうのは本当に心からまあうう私もそうですけど羨,羨ましいというか尊敬しますね。 高いよ続いてくのかなこの歌い方もどうなんやろう私が小学校の時に見たけんくんのイメージでこういう歌い方ではなかったからめっちゃ練習したんちゃうかなと思うんですけどど,どうですかねずっとその V6 はもうね最後まで見届けたわけじゃなくてちょいちょい見てたぐらいだったのでけんくんの歌声の歌唱履歴みたいなものは終えてないですけどかなり歌い方が幅広がってる気がします。 そう、僕は。いいね。その裏声に変わる時の転換がうますぎますね。こ彼が神宮寺くんで合ってますかほんとごめんなさい。怒られるよね。こんな有名な人知らんのって。ごめんなさい。私がなぜ有名な人を知らないかっていう話はまた別の動画でいっぱいしてるんですけど、まあ、簡単に言うと、10年ぐらいテレビを見てなかったので、ちょっと本当に知らなかったの今頑張って駆け抜けて知ってる状態なんですけど、もし間違ってたら言ってください。本当にすいません。 いい裏声いいこの手で触れられなくてもめっちゃ繊細やねんなみんな全員繊細に歌うのってね簡単じゃないんだよなんかささやくように歌えば喋るように歌えばいいんでしょうみたいなノリに思っちゃいがちなんですけど繊細に歌うってことはそれだけ 音程もリズムも完璧にしていかなあかんからめちゃくちゃ難しいんですけどねかなり慣れた感じでと言いますか余裕な感じで歌ってらっしゃいますよねみんなごめんな私なあちょっと待ってなあのな前何番のゴートゴートやったっけあの見た時にね岸君のラップな何みたいなもうすげえみたいな反応したんですけど 今回も岸くんにやられてるわ。岸くんのは、触れ幅がすごいねんな。な、なんなん <laughs> なんかね、歌い方が、絶対英語の曲聴いてるやんっていう歌い方なんですよね。日本語なんだけど。な、なんて、まあ、英語も入ってくるけど、ちょ、もう一回聞くな、なにひ、なんて言うかな。個性的なのかなやっぱり。チャーミングなのかな 何何やろ <laughs> なんか、自分の歌い方なんかなマネじゃないんかな何やろなんかヒットするよ、すごく。無難じゃないね、歌い方が。なんかすごい耳に残るのね。これは言葉にできない個性だと思うんですけどね、きっと。言葉にできてない時点で。上手いっていうのもあるんですけど、もちろん。なんかリズムがグルーブ打ってる、ずっとこう。なぁ。 なななななみたいな、なんか、なななな,な,なじゃなくて、ななってずっとこう、売ってる感じが、あ、絶対洋楽聴き,きまくってるやんっていう歌い方なんですよ。それがめっちゃかっこいい。でも、声帯ももしかしたらやっぱり、変わってるね。あの、ケンくんすごい、こう、 個性的っていうお話さっきしましたけど、し君もなかなか耳に残る声してますよ。だからラップとかも合うし、こういう歌った時もマイクに乗った時にすごい印象深い声になるというか、すごいな。こればっかりは才能っていうか、生まれ持ったあれですからね、生帯の種類に関してはいじれないですからね。優しいし。あ、ここかっこいい。<laughs> ちょ、ちょ、いくで、ね、弾くよ。 ちょっと遠をね、英語っぽく言って。せてちゃんとここまでね。歌うまい人の特徴、もう全員そうなんですけど、歌うまい人の特徴、歌い終わるまで必ず最後、ぴっしりこう、空気をねその、その空気の、歌ってる時の緊張感を途切らせずに終わらせるんですよ。ほんまに気持ちいいね。集中力がすごいっていうんですかね、プロの方っていうのは。<laughs> の方々ですか、ね、ご,ごい昔はねハモリってそんなに重要視されてなかったんですけど多分なんか年々どんどん自分たちでハモっていくスタイルがちょっと通常化してきて 演者側のスキルがどんどんハードル上がってるなとは正直思ってて、踊らなあかんし、歌わなあかんし、ハモらなあかんって、ちょっと求めすぎじゃないって思うんですけど、で、かっこよくいなあかん、憧れられなあかんって、ちょっと欲張りじゃないみんなって思うんですけど、それをね、実現していっちゃうんですよね、すごい人たちっていうのは。っていうのが IMP のこの、見て思いましたね、さっきね。 すごいねユニゾーンしてるのに違和感ななないいぐらい声質重なり合ってますねなんかユニゾーンしとけばあの何て言うのかな声のボリュームが上がってねいいだろうみたいなそういうネガティブで捉える方はたまーにいらっしゃるんですけどそうじゃないのユニゾーンこそ難しいのっていつも言ってるんですけど完璧に合わせなあかんしピッチとリズムとあと声の出し方も自分のやりたい 出し方だけ自分の出せる出し方だけで歌っちゃうと相手と合わないから合うように歌わないといけないので寄り添ってねお互いが何だろう歩み寄って歌うような感じですよだからすごいねユニゾンって難しいんですけど全然違和感ないっていうかダブリングみたいに綺麗ですよね優しい声 いい顔やね。<laughs> すごいいい表情。おシメロ？ ハモったねはぁ <laughs> でー消えるまでーっていうこの、なに <laughs> ほんまにすごいな、なんか。うーんって歌ってたのに、うーんって歌えるし。聴くジャンルの幅曲聴くん聞く曲のジャンルが広い証拠じゃないですかこの歌い方できるの、二人とも。なんか、振り幅が。 ナンバーアイの、あの、触れ幅にいつもやられてる気がするな。そう来るっていう。ちょ、ずるいって、ハスキーな声はあかん。意図してできひんから、ハスキーっていうのは。ハスキーボイスになりたいですっていうしあの、言う人いっぱいいるんですけど、いや、意図してはなれないから。まあ、意図してやるロックミュージシャンの方とかもたまにね、昔はいたと思いますけど、やっぱそれやとちょっと、 意図してタバコ吸ってさ、その時はハスキーボイス楽しめてもさ、将来声でんくなるっていうのがオチになってくるから、なるべくやらない方向で行きましょうっていうのが通常で。で、まあ、こういうプロの方は歌う機会も多いからね、どうしてもハスキー気味になるとかはあるんですけど、まあ、彼の場合がなぜハスキーかはもうわからないし、元からかもしれないし、仕事上っていう、その、ね、あるかもしれないし、まあ、調子も人はあるけど、 まあ、いいハスキーですよね。<laughs> 加減が。もう絶対、ハスキーボイス言ったらこういうの狙いたいよねっていうのが見本のような。これずるいわ。これはあかんわっていう。うで、ハスキーだとね、やっぱね、コントロールどんどんしにくくなっていくんですけど、大丈夫なの。ちょっとだけだから。ずるいの、これ。<laughs> バラードのハスキーはずるいな。 むせせわ <laughs> すいませんまーって最後伸ばすとこはちゃんとハスキーっていうよりはちゃんと声帯鳴らしてるんですけどコントロールしてるんかな意図してやったらもうやばいよほんまに、まあ、ほんまにやばいみたいなタバコ吸いすぎたお酒飲みすぎた喉の調子がちょっと実は悪いですっていうハスキーだとこの伸ばした時にもうちょっとハスキー残っちゃうんかなと思うんですけど結構クリアに出されてるので。 まあ、デフォルトハスキーなのかな、まあ、もし詳しい方がいたら教えてくださいめちゃめちゃいい,い,いですねうらやましいぐらいですねみんなそれぞれハモリ担当するのもいいですね ケンの集中力やばいね作品に対するはい終わりましたいやー終わりましたよ「フレはワにやられたっていうのはやっぱどの曲聴いてもそうなるんかなナンバーアイのお三方はねびっくりさせる技術を持ってるそのための技術っていう感じがして面白いですなんか見てて技術を見せつけるためにこう歌おうとかじゃなくて これ、この曲はこういうアプローチで、この箇所はこういうアプローチの方が曲に合ってて面白いんじゃないかっていう、ワクワクプロフェッショナル感とともにワクワクを感じる。音楽好きなんでしょうね、きっとね、本当に。音楽で生きてますってだけじゃなくて、ほんまに好きでやってる感じがして、それがなんか見てていいのかななんて思ったりしますけど。よかったです。はい。なんかもう、意外性の塊が、 面白くてでもやっぱバラードなのでメッセージ性が強くてこうなんていうの来てほしいところアクセントとかくよとか切実に歌ってほしいところにカチッとハマるように歌われてることがちょっと、うん、やっぱりプロやなぁと思って聞いてましたねやっぱりこう曲の世界を伝えられる人っていうのは歌が上手いっていうだけではいけないのでそういう部分を学ばせていただいた回になったかなと思いますはいということで今回は No.I.Official、えー、より Be on your side を見させていただきました。一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。